反対する廃案に追い込むということを皆様と共にこれからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続いてのスピーカーはイスラム教徒の方です。西さんいらっしゃいますか。こんにちは、一言お願いします。ビスミラヒラハマニラヒン、サラマレイクワラハマトゥラバラカトゥ。今日この集まりに出れて本当に観覧に感謝いたします。だいぶ遅れてきてたんですけれども、私ムスリムネームはミカイルと言います。日本の名前は西道博と言います。去年のラマダンの時にシャハダしたのでムスリムとしてはまだ1年です。それまでは20数年キリスト教徒でありましたけれども、クリスチャンの時代、それからムスリムになって、通じて、こうした信仰の自由の問題というのはいつも考えてきたところであります。私この共謀罪の問題で衆議院それから参議院の法務委員会の傍聴におおむね出させていただいております。傍聴の論議聞いておりました。皆様もご存知と思いますけれども、とにかくもう人の内心にまで立ち入っても構わない、もうテロ対策のためであれば何をしても構わないというような論議がまかり通っております。これは私たち信仰というもの、宗教を信じる者としては最もその入るべからざる、その神とその本人の魂だけのその聖域サンクチュアリーにその国家権力が土足で踏み入るということ、こういうことは受け入れられないことだと思います。イスラムでもその人の内心に立ち入ってその詮索してはならないというような教えがあります。それからイスラムに関して言いますと、この共謀罪の論議でも共産党の藤野先生の質問の中で2010年の警視庁公安部外事参加のデータ流出、そのバックにあるその日本の警備公安警察が組織的にとにかくムスリム、モスク、イスラムコミュニティを片っ端から監視対象として、捜査情報収集の対象にしていたということが明らかになった事件、そのことを取り上げてくださいました。今現在でも、いろんなその各地 の, そのモスク、イスラムコミュニティに警備公安警察等が、それから公安調査庁も張り付いて監視しているものと、それを続けているものと思われます。こうしたその事態が、そのこの共謀罪がもし制定されましたならば、さらにもう大手を振って当たり前のようにしてまかり通るでないかということを非常に危惧しております。新ムスリム個人として、私いくつか のイスラム団体モスク等に関与しておりますけれども、そのどの団体を代表するものでもありません。イスラムはキリスト教のような所属教会、それから神道のような自助事故とか、それから仏教のような檀家制度というのはありませんので、どこに属しているということもありません。あくまでアッラーとその信徒個人の第一の関係でありますということで、個人として参加させていただきました。ですね、本当に昨今もこの論議の中でもいろいろその推進側、またその反対する立場の人々も両方引用している、イギリスのマンチェスターやロンドンなどのテロ、ヨーロッパ各国で起こっているテロ、ほとんどそのイスラーム過激派、ダイシュ、IS によるものというふうに言われているんですけれども、それもほとんど実態は突き詰めているとよくはわからない、何かその IS の幹部たちと直接の人的なつながりがなくても、後付けで彼らたちがその声明を出した、あるいはその
自爆犯がアッラーハッバルって叫んだというと、もう全て IS ということにされてしまっているようであります。まあそうですね、この法律できましたら、まあ、おそらく真っ先に、まあ、そのいわゆる2020年オリンピック・パラリンピック対策のということで、その日本の警備公安警察、イスラム原理主義過激派のテロということをやたらと強調しておりますけれども、まあ、おそらく真っ先にターゲットにするならしてくるんじゃないかと危惧しておるものであります。まあ、去りながら、まあ、日本にいる、まあ、外国人ムスリムの人たち、まあ、日本人も含めて、まあ、いろんな事情がありまして、なかなかこういうところに出られません。まあ、寂しい限りですけれども、私一人で、まあ、ムスリムの立場を、ここで代弁させていただきたいと思います。本当にこの共謀罪というものは一番その人間の大事な基本的な権利、その内心の自由、信教の自由、神との対話のサンクチュアリであるこの魂の中に土足で踏み込んでくるという恐ろしい法律だと思います。皆さん一緒に頑張って廃案に持っていきたいと思います。頑張りましょう。西さん、ありがとうございました。すみません、お約束の時間が来てしまったんですが、まだちょっとお話をしていただきたい方があと2名ほどおりますので、10分ぐらい伸びますけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは次に、日蓮宗僧侶の中島大成さん、いらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いします。突然のことでありますけれども、今日はですね、今葬式終わって急いでタクシーでこうやってきたんだけど、じゃあちょっとすぐ行ってくるからってそのままの格好で出て飛び出てきたら、あ、起こした。家内にね、なんて言われたと思います？今のうちなら大丈夫だけど、そのうちそんなことやったとみんな捕まっちゃうから、今のうちにちゃんと言いたいこと言ってきたって、そう言われて送り出されてきたんですよ。いや、本当そういうことだと思います。こんな共謀罪できますので、こういうことでさえ何もかもできなくなってしまう、とんでもない話だと思います。いろんなことはもう先生方今までおっしゃった通りです。私ちょっと私事ですけど、勝手なこと、私立派な宗教者じゃないんで勝手なこと言いますけど、私のひいじいさんは新選組の大使でした。中島登りって言いましてね、実は新選組っていうと人斬り集団みたいに皆さん思ってるけど、そうじゃないですね。幕府が会津藩を京都で山頂の寺が起きてたんです。それをコントロールするために会津藩松平片森にそれを命じて、守護代守護職を見せて京都へ1000名連れて松平さんに行った。ただあまりにも会津の武士は武士すぎてテロ対策できなかった。そこで送り込んだのが新選組なんです。テロ対策専門チームだったんです。ところがですね、結局いろんな山頂のフェイク、トリック、そういうものがあった、知識の目旗ですとか、それで形勢が逆転しまして、まあ、会津で福島で戦って、函館で戦って、志賀さん撃たれて、おしまいでありました。で、結局どうなったかっていうと、明治維新、山頂が官軍になったわけですよ。毎日新聞、毎日ワンズから出た明治新と過ちって本読んだ方いらっしゃいますか。原田伊織さん書いたの、本でやっとうちのひじいさん浮かばれました。なぜかというと、あれは明治新じゃない、国家テロなんだ、テロによる国家転覆だったんだということで、そして今この政権はまさにその流れを組んでるんですよ。だから戦争やりたくしょうがない、そんなこと当たり前じゃないかっていう、そういうことやりたくしょうがない、私はそう思っております。原田さんの本読んでいただければ分かります。まさに今でもその山頂の流れは変わってないんです。安倍さん長州でしょ、だから、まあ、それだけでも私はあんまりよう掴んでるうちのひいじいさんも本当にあの戦ったんだから、どうしてやるんだって言いたいんですけどもね、そういうことなんですよ。で、やっぱりね、これはここにありますように、日本の未来のためにね、これは絶対
作らせてはいけない法案だと思います。昔ひよこの頃勉強したのに、ホープズという人がね、自然法に反する市民法は無効だって言った、その言葉がまだ今私の心の中にあるんだけど、まさにそれはね、無効ですよ、こんなものは。こういうことはぜひ皆さんで反対して、なんとかしてこれを早にしていかなきゃいけないと思います。だから原発もここにある残しちゃいけない。原発だってね、せっかく民主党がやめようって言ったので、ま、全部ひっくり返しちゃった。もう理解できないですよね。未来に何を残そうと思ったら、私はもう子や孫に責任が取れない。そんなこと、この共同体も全く同じです。この国を悪くするだけ、とんでもないです。で、何が何っていうと、理屈じゃない。私はこれです。共同体怖い、こういうことです。嫌だ、怖い。もうまあ新選組の知恵どうか分かんないけど、私の魂がこれを拒絶してるんです。こんなもの絶対嫌だ。そう私は思ってます。で、まあこれがね、動っちゃったりすると、まあこういう政権ですから、どうするかなと思うと、やっぱりですね、いや、それは認められないですから、なんかこれ、それに対してね、もうなんとかしなきゃいけないと思いますと、私もテロリストになっちゃうのかなというような、そういうような思いすら、それぐらい嫌だ。もうこれだけはとにかく子々孫々のためにですね、絶対に潰さなきゃいけない、そのように私は思っております。一人で何もできませんが、こうして大勢同じように考えている皆さんと共に連帯できること、本当にありがたいと思っております。何としてもこれをもうやめさせたい、そんな思いでございます。皆さん一緒によろしくお願いいたします。ありがとうございました。スピーチの最後は、日本聖公会東京教区より、司祭の井口聡さん、よろしくお願いします。こんにちは。私は聖公会というとても目立たない、教派の一つなんですけど、特にこういう集まりではとても目立たなくて残念だなと思っておりますけれども、しかしこの5月1日にですね、安倍首相宛てにですね、共謀罪の廃止を求める声明の文書を配達証明で出しました。それを、文書なんですけど、ちょっと読ませていただきます。そんなに長くはないんですけども、内閣総理大臣安倍晋三様、組織犯罪処罰法改正法案の廃止を求める声明。私たちはキリスト教信仰に基づいて、テロと組織的犯罪準備罪の新設を内容とする組織犯罪処罰法改正法案、以下共謀罪法案というと廃止を求めます。私たち日本聖公会はキリスト教の一教派であり、英国国教会および米国聖公会の宣教によって1859年より日本において伝道宣教してきました。先のアジア太平洋戦争においては敵国の宗教とみなされ、治安維持法により弾圧され、多くの信徒教育者が苦しめられ、出国後間もなく逝去した教会指導者たちもありました。治安維持法と旧を同じくする共謀罪法案の調停を撤回し廃案とすべきです。政府は国際組織犯罪防止条約の批准のためにはテロ等組織的犯罪準備罪が必要であると主張しますが、最初の共謀罪法案にはテロリズム集団その他のは入っていませんでした。また国際組織犯罪防止条約はマフィアなどの国境を越える集団を取り締まるのが目的です。テロリズムを目的としてはいません。